信之久しぶり、覚えてる？ふみえです。え、ふみえ？ずっと連絡無視してた、あのふみえ。ごめんね、3年前信之と別れてから私もいっぱいいっぱいで連絡するのが遅れちゃった。いや、遅れちゃったとかそういうレベルの話でもないと思うけど、ふみえが浮気して勝手に出て行ったんだろ。今までどこで何してたんだよ。本当にあの時はごめんなさい。信之との結婚生活が幸せだったことに気づかないで、刺激を求めて外に出てしまったこと、今では本当に心の底から後悔しているわ。それじゃあ後悔ついでに反省して、あの頃できなかった話し合いをしよう。離婚届だけ書いて出て行ったから、いろいろ話し合いもできずにいたし。そうね、私も身勝手に出て行ってしまってそれっきりだったから、信之とちゃんと話したいと思っていたの。今晩外でディナーでもしながら語り合わない？語り合うほどのものじゃないだろう。弁護士に手配するから、明日以降に弁護士同伴で話し合おう。え、弁護士？どうして弁護士？私と信之二人っきりでディナーじゃないの？なんで今更ふみえと二人っきりで飯食うんだよ。3年前に離婚した時にお前が持っていた貯金とか金についての話は弁護士同伴で話し合った方がいいだろう。貯金は私のものでしょ。離婚するまで専業主婦として家事をすべてやっていたんだから、全額もらってもいいじゃない。家事労働に対する対価よ。離婚半年前くらいから家事らしい家事してなかったし、あれは夫婦の共有財産だから、離婚するときに折半するのがセオリーだろ。私大変だったのよ。何が大変だったんだよ。3年前に一緒になろうと思った相手が実は借金してて、私も働かされてたんだから。自分がそういう男を選んだんだろ。本当に間違いだったわ。あなたは今や会社の社長、知ってるわよ。たまたまあなたのことネットで検索したら、今はビルを一棟所有してるって。見に行ったら大きくて新しくて綺麗なビルでびっくりしちゃった。ふみえと別れてから仕事がすごく調子よくて起業できたんだよ。それまでは右肩下がりだったのにな。まあ、だからお前は別の男に行ったんだろうけど。違うのよ。本当に私は刺激が欲しかっただけなの。心の底から愛していたのはあなただけ。いいよ、別にそんな言葉求めてないから。それより今、弁護士に連絡取ったから、明日の夜なら空いてるって。仕事終わってからだから19時くらいからになるけどいいか？待って、弁護士は嫌。私はあなたと二人で会いたいわ。なんだよ、今更。俺は弁護士同伴じゃないと会いたくない。私、あの時の彼とは別れて、今は一人きりなのよ。お金もないし、信之成功して、きっと大きな家に住んでるんでしょ？ビルの上の方でもいいし、どこでもいいから、私を住まわせてくれない？ビルの外のベンチならお好きにどうぞ。外？中に入れてよ。ごめん、中はもういっぱいいっぱいなんだ。あんなに大きいビルなんだから、そんなわけないでしょ？それに、自宅だってどうせ、一人身で空いてるでしょ？寂しいだろうから、私が一緒に住んであげてもいいのよ。なんだったら、やり直すっていうのはどう？ふみえ、お前、今どこに住んでるんだ？あなたのビルの近くにある、ビジフトネカフェを行ったり来たりしているわ。家ないのか？あの時の彼と結婚して、その後借金がどんどん膨らんで、一文なしで追い出されたの。それはだいぶ刺激的だな。よかったじゃん。刺激を求めていたふみえにはぴったりで。私、もう刺激なんていらないの。あなたと安定した幸せな生活を送りたいわ。俺はもう十分幸せだから間に合ってます。あなたは幸せに上限がないことを知らないのよ。もっと幸せにしてみせるから、私とやり直しましょう。いや、ふみえと万が一やり直したとしても、どうせまた浮気されてお金持ち逃げされるんだろう。そんな未来いらないから、お断りします。私は生まれ変わったの。心も入れ替えたし、信之ともう一度やり直すためにこの町に戻ってきて、意を決して信之に連絡したのよ。お願い、私とやり直してください。まずは弁護士同伴で話し合いしてからだな。それからふみえのご両親もずっとお前と連絡取れなくて心配してたから、まずはそっちに連絡してあげなよ。パパとママには連絡したわ。とても怒られたけど無事でよかったって泣かれちゃった。まあ親心だよな。わかるよ。私、もうほとんど貯金もなくて、できれば今日からあなたのところに泊めてほしいんだけど。いや、だからまずは、弁護士同伴で話してからだってば。明日までなんて待ってられない。今あなたの会社のビルの入り口にいるから、信之の仕事が終わるまでここで待ってるわね。え、会社の入り口？このまま社長室まで行っちゃおうかな。いや、迷惑だから、それは本当にやめてくれ。それじゃああなたが帰ってくるまで、あたなしここで待ってるわね。
さっきまで外で待ってたんだけど、ちょっと暑くなってきたから、今は中に入ったところのソファーで座って涼んでるわ。そこはうちの会社に来た人たちの待合室にもなってるんだから、部外者は出て行ってくれ。他の社員もそこでコーヒー飲んだりくつろいだりするんだから、そこにいられると迷惑だ。あら、いいじゃない。社員さんに、それとなく社長の評判聞いてあげましょうか。妻として覆面調査みたいな。妻じゃないし、覆面調査もいらないし出て行ってくれ。お金もないし、行くところもないのよ。ここで仕事終わるまで待っていてあげるから、早く仕事終わらして、美味しいディナーでも行きましょう。社長なんだから、いいところに連れて行ってよね。俺は、文枝とやり直すつもりはないんだってば。あ、大変。スマホの充電切れそうだから、ちょっと電源切るわよ。バッテリー大事にしないと。じゃあ待ってるからね。おい、文枝。ちょっと、信之、まだ仕事終わらないの？昨日から何も食べてないからもう限界なんだけど。え、もう仕事終わって帰って飯食ってるけど。え？私ずっと待っていたのよ。信之っぽい人は出てこなかったわ。まさか裏口とかあるわけ？ないよ、裏口なんて。駐車場は地下にあるけど。わざわざ地下の駐車場から帰ったっていうの？家教えなさいよ。いや、家、会社のビルの最上階だから。ここの最上階？警備も24時間常駐だし、安心だろ。じゃあ今から最上階行くから入れて。それは無理よ。今、飯食ってるから邪魔されたくないんだよ。どうせ男一人飯でカップ麺とかでしょ。私が美味しい料理を作ってあげるわよ。サバの味噌煮、なめこの味噌汁、カブと豚肉の煮物、人参しりしり、ナスの煮浸し、玄米、漬物。これ全部手作りなんだけど、これ以上の飯作れたっけ？何よこれ、いつの間にこんな料理できるようになったの？いやいや、嫁が作ってくれた晩飯。嫁？嫁って何よ？嫁は嫁だよ。去年の暮れくらいに再婚したんだ。再婚してから健康的な食事ばかりで、今年初めて健康診断で何も引っかからなかったよ。なんで私何の断りもなく再婚しているのよ。なんで浮気して出て行った音信不通だった元嫁に再婚のお伺い立てなきゃいけないんだよ。お前だって再婚してたんだからお互い様だろ。私の行く場所がなくなるじゃない。その女どっかにやって、私と一緒に暮らしてよ。そんな無茶な。俺は文枝とやり直す気はないって散々言っただろ。あー、ビルの警備員が困ってるから早くそこから出て行ってくれよ。一応警備員には事情を話してあるから温情でそこに置いてやったけど、外ももう涼しくなってるだろうし。私に野宿でもしろって言うの？そうならないように手配はしたから安心しろ。え、まさか泊まるところ確保してくれたの？泊まるところになるかはわからないけど、お前の旦那に連絡してあげたよ。もうすぐ作ってさ。旦那に連絡した？待って、いや、混乱してきた。なんで旦那に連絡っていうか、なんで連絡先知ってるのよ。昼間にお前が連絡してきたから、急いで金の力使ってお前のこと調べたんだよ。一文なしで追い出されたとか、よくそんな嘘つけたな。また浮気してそれがバレたから家出したんだろ。それはちょっと行き違いっていうか。同じこと何回も繰り返すなよ。しかも人に迷惑かけまくってるし。迷惑なんかかけてないわよ。いや、貯金持ち出して使い切るのは迷惑以外に何者でもないだろ。離婚の話し合いして持ち逃げした貯金と慰謝料を取るために旦那も血眼になって探してたぞ。助けて、信之。あの人すごく自分勝手だし、傲慢なの。それは自分のことか？ああ、そうだ。居場所も分かったし、改めて弁護士から、俺と離婚するときに持ち出した貯金の返還と、浮気に対する慰謝料の請求するからな。私お金ないのよ。働け。嫌よ！って言うと思ったから、ついでにお前の両親も呼んでおいた。ご丁寧にご両親にも嘘ついていたみたいだな。一文なしで追い出されたところを助けてくれた俺とやり直すなんて、どこからそんな話になったんだよ。まさか両親に本当のこと喋ったの？当たり前だろ。1から10まで俺が知ってることは全部話したよ。急いで向かってくれてるから、実家に帰れ。ほら、寝るところは確保できた。信之お願い、私とやり直して。せめて慰謝料はやめてください。3年前に1回請求したけど、それから音沙汰もなく払われてなかったからな。仕事も忙しかったし、放置してたけど、本腰入れて回収するから。どうしてそんなひどいことができるの？
ああ、ふみえのことが嫌いだからかな。え？ちなみに、元浮気相手で今のお前の旦那にも改めて慰謝料請求しようかと思ったけど、なんかお前、独身って偽っていたらしいじゃん？ちょっとかわいそうだから、彼には慰謝料請求しないことにしたよ。別に俺も金が欲しいわけじゃないし。やばい、信之バッテリー切れそう。それは大変だな。でも安心しろ。もう旦那もお前の両親もビルの目の前らしいから。嘘でしょ、私のこと助けてよ。あなたと結婚したら幸せになれるのに。俺は文江が不幸になってくれることを願ってるから。そんなこと言わないで、お願い。バッテリーもしなくなる、お願い、ビルの最上階でかくまってよ、信之。嫌だという意思表示のスタンプを送ったのですが、既読にならず、きっとスマホのバッテリーが切れたんだろうなぁと思っていると、警備員から3人ほど来訪者が来て、そのまま文江を連れて行ったと連絡がありました。その後、文江のご両親と文江の旦那から丁寧な謝罪の連絡をいただきました。文江は実家に帰って、やっと働きに出たようです。実家宛に弁護士から正式に書状を送る予定なので、頑張って働いて、なるべく早くお金を返してもらえるといいなと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。